クルメ反乱事件は明治初期のクルメ藩で発生した明治政府への反乱未遂事件。1870年から1871年にかけてクルメ藩尊王上位派政権が大落元太郎を庇護してからクルメに政府軍が派遣されて関係者が処分されるまでの一連の出来事を指す。 大楽が関わった全国的な広がりを持つ反政府運動の一部であり、九州地方における、四族反乱の端緒という評価もある。大楽源太郎事件、久留米藩名4事件などとも呼ばれ、また、久留米地域の地方史では単に反乱や反乱事件、あるいはかのと羊の反乱とも称される。江戸時代後期の久留米藩では、水天宮士官の牧安尾美らによって、水戸学、 孫老思想が広がり、藩内に、天保学派といわれるグループが形成されて、藩政改革が試みられた。しかし藩主、有馬より長の後継問題をめぐり、天保学派は、内同士と外同士に分裂して厳しく対立。華英五年、華英の大国と呼ばれる政変が発生し、牧を指導者とする外同士は失脚した。有馬義頼を藩主とする、 幕末期の来るメハンは、不破正宏、今井久志内同士が門伐派と提携して失勢にあたり、砂漠解明路線を取った。清掃に敗れた、外同士は、迫害を受け、指導者である牧は山、口なしかで湿気を余儀なくされた。尊老上位派の謹慎は十年余りに及んだが、文久三年に解除され、牧や水野正奈良は、京都に登って国事に奔走することになる。 現時元年の禁門の変で、牧が廃止すると、水野が、久留米藩尊王上位派の領収となった。大政奉還後、久留米藩の尊王上位派は勢いを盛り返した。明治元年1月26日、小川真文、佐々近平ら焦燥藩士のグループが、賛成、不破正広を襲撃、殺害し、藩主に対して、残官主意書と、藩政改革に関する意見書を提出。 2月、水野正名は、久留米藩参政に復帰。水野は、尊能上位派政権を樹立し、今井久志らに切腹を命じるなど砂漠解明派を粛清した。明治元年5月、水野は、笹金平の権限を受け、長州藩旗兵隊をモデルとして、藩正義軍とは別に、武士、農民、町民を混成した王変隊を編成し、函館戦争に派遣した。 明治2年6月17日、水野正名は、反席奉還に伴い、久留米藩大惨事となった。一方で、王変隊や、新たに編成された七聖体といった過激な、紙幣集団が勢いを持ち、水野にも抑制が困難になっていったとされる。明治3年9月、山口藩で、騎兵隊の反乱を起こして敗れた、大楽玄太郎は、小松艦に二を頼って、久留米に逃れた。 明治政府の開国和信に不満を持っていた、欧変隊幹部の小川真文は大楽を庇護し、大楽は、昭屋宅などを転々としながらかくまわれた。久留米藩の欧変隊や奈良政体は、反政府運動を展開した。また、大楽は、苦行のあたご通り朝日、富山康介が図っていた、明治政府転覆計画とも関わりを持っており、 クルメ藩尊能上位派政権もこれに加わった。しかし明治4年、この政府転覆計画は露見した。明治4年3月10日、東京のクルメ藩邸は政府に接収され、地藩時の有馬雷美奈は、壇上台の取り調べを受けた。また、政府は巡察士史上高歌少を率いる軍をクルメに派遣し、事態の究明に当たった。大楽は、 市犯児の有馬雷美奈と面会したこともあり、久留米藩のつながりを引徳するために、藩士、島田総太郎らは3月16日夜に、大楽を筑後川下藩で殺害した。首謀者とされた、小川真文は残首、水野正名、吉田白文、寺崎美也吉の3名が、終身禁庫、島田総太郎は、禁錮10年などの処分を下され、 地藩寺ありまらいも近親が命じられるなど、久留米藩の処分者は50名余りを数えた。久留米城跡、篠山神社の石碑。右端に見えるのが、西宮正の碑。左端に見えるのは、水野正奈先生の碑で、その右側には、小川真文先生の碑。母親役従軍記念碑が並ぶ。水野正奈、小松館には獄死した。1878年。 金庫7年の刑を得た、松村雄之信は、多くの久留米藩士を率い、朝香開拓の第一人として、福島県郡山盆地に移住した。1892年、久留米城跡の篠山神社に、反乱事件の犠牲者を追悼し名誉回復を図る、二周忠氏の日が建立された。その後、小川眞文や水野正菜の懸賞碑も建てられている。ありがとうございます。